はい、どうもこんにちは、あたりです。テイルズ・オブ・ベスペリア・リマスター続きです。はい、じゃあ早速スキットを見てみましょう。一体何のためにあの箱を。天才少女の魔法ちょい異常だったからね。あの箱と関係してるって思ったんじゃない。ラーヒーさん、箱の中身が何か分かったってこと。追いかけて捕まえればはっきりするわ。そうね、中身が分かったから盗んだというのならクリアシエルのことも知ってるんでしょうし、捕まえればヨウムゲンの町のことも分かるかも。こりゃますます逃がすわけにいかねえ。はい、急いで追いかけましょう。追いかけましょう。よし、行くぜ。砂漠に行くのか、砂漠に行くのか。まあとりあえずラーギーさんを追っかけていく。そのラーギーさんを追いかけていったラピードを追いかける、うん、ラピードがどこに行ったのかわからんけど、多分そのうち合流してくれて、おい、あっち行ったぜみたいな感じで、うん、来てくれるんじゃないでしょうか。パティちゃんはどっかにいるの。お、何してる、お店じゃない。あ、ラピード、あ、ラピードを噂をすれば。ねえ、これ何。こいつがあれば匂いで終えるな。それ何、うん、あの箱を取り返さなきゃ。うん、それもあるけどな。ギルドは裏切りを許さない。うん、西の山脈は旅支度のないまま通り抜けるのは無理だと思うから、追い詰められそうよ。ああ、とっ捕まえるぜ。闘技場の方は大丈夫でしょうか。気になる。まあフレンがいるから大丈夫だろ。じゃあエステルたちはここで待ってる。え、これはギルドの問題だしな。お嬢ちゃんたちがついてくる理由はまあないよな。ごめんエステル、私は行くわ。あの箱が気になるし、それにあの箱盗んだバカに落とし前つけたいから。私は。自分で決めな。行きます。騎士団を妨害しようとしたのなら何か帝国にも関係があるかもしれないから。そっか、まあ闘技場の方は大丈夫だろう。フレンがうまくやるさ。じゃ、準備が整ったら早速追いかけよう。よし、さて、お、何の話してんだ。楽しそうじゃん。昨夜も二人いなくなったらしいわ。あのギルドは氷菓子で有名なのにな。観客客は何も知らないから郵送屋とグルなんでしょ。ノードポリカの常連なら引っかからないのにね。はあ、今夜は誰もいなくならないといいけれど。お、ちょっとやべえ話してんじゃんか。五大ギルドのアルトスク、ギルドドマルシ、うん、それにルインズゲートとブラッドアライアンス、うん、やっぱり一つ足りませんね。それは一体何の話だ。ユニオンの五大ギルドですよ。これまで四つとは関わりましたけど、あと一つは。ああ、そういや名前も聞いたことねえ気がするな。なあカロル、五大ギルドってあと一つどこなんだ。ああ、それならカジギルド、スミスザソウルだよ。カジギルド、そんなギルドもあったんだな。多分ユーリもスミスザソウルが作った剣とか知らずに使ってたはずだよ。ほう、鉄槌のギルドマークが入った武器とか見たことあるでしょ。ああ、下宿先のおかみさんが使ってた包丁にそういや刻まれてた。ほう、包丁も。包丁も。おい、なんか予想屋がなんか言ってたぞ。はあ、予想屋糸剣の話。糸剣様の超能力予想もし外れたら、え、剣量は全て返却するよ。バカ言ってんじゃねえぞ。ははあ、あ、はあ、連れてかれるぞ。はは、結界の中に魔物。ラピードは結界魔物じゃないです。何言ってんですか、やめてください。僕の大事な仲間なんです。さて、じゃあ外に出て、西の山脈って言ってたな。西の山脈、西の山脈、ああ、もう道があるもん。道なりに行くしかないな。よし、行くぜ。あの箱を使って何をしようとしているのか、そしてあの箱の中身、まあクリアシエルってのは一体何なのか、うん、そして、あ、なんだ今回の騒動について。闘技場で悪党をぶっ飛ばすだけだったはずなんだがな。確かに、いろいろごちゃごちゃ出てきやがって。
フレンまでいるとは思いませんでした。さすがに予想外だったね。それにあのザギっていうのも、うん、逃げたラーギーもね、全部が偶然とも思えないわね。さすがに重なりすぎよ。間違いない。偶然だったら最悪だな。俺らどんだけ運が悪いんだよ。あれもこれもリヴァイアさんの爪が裏から糸でも引いてるのかね。状況を見つめ直すのもいいけど、ゆっくりしていると逃げられちゃうわよラーギーに。だな。話はここまで。行くぞ。よし、うん、よし着いたぞ。多分ここだ。お、ここっぽいな。見当たらないわね。ここを進んだんでしょうか。これを抜けて山の向こうに逃げたってこと。でもここはカドスの喉笛って言われてる洞窟で、プテロプスって強い魔物が住んでて危険なとこなんだって。プテロプス、前にナンが言ってた。それを知らなくて進んでいったのかしら。まさかそのプテロプスに襲われない方法を知ってるっていう可能性もあるよな。カドスの喉笛。お、やっぱここか。行っちゃった。あ、話してください。早速見つけちゃった。隠れて俺たちをやり過ごすつもりだったらしいな。さーて、じっくり話を聞かせてもらわないとな。俺たちを闘技場に立たせてどうするつもりだったんだ。とにかく箱を返しなさい。仕方ないですね。あ、そうなります。リヴァイアさんの爪。簡単そうですね。簡単そうですね。簡単そうって言っちゃったよ。よし、あ、でもあ、こいつだけ知らないな。よしよし、まあまあまあ、いけるでしょ。いくぜ。はいはい、よいしょ。はい、OK。 あ、全然、おお、怖っ。はいはい、で、あっち、こっちだな。はいはいはい、よし、はいはいはい、はい、よし、あ、倒す。はい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 、やられてるよ。はいはい、じゃあいいよ。よっしゅ、当たらず。はい、オッケー。あうあうあうって言ってるけど、倒れられると攻撃が当たらないんだよ。どこまでも邪魔な連中だぜ。ルーインズゲートとリヴァイアさんの爪は繋がってたってところか。手伝うふりして研究所のものかすめたって横流ししてたのね。許せない、あいつら。正しいギルドで有名なルインズゲートがそんな悪さするなんて。待って、ジュディス、危ないってば。あら、でも追わないと逃がしちゃうわ。さっきも言ったでしょ、危険な魔物が住んでるって。なあ、もうやめとこうぜ。俺様ベリウスに手紙渡す仕事まだなのに、ノードポリカから離れちゃったらまたドンにしんどい仕事回されちまう。私は追いかけるわよ。あんな奴に遺跡から出た大切なブラスティアを好き勝手にさせないわ。あの箱も返してもらう。私も行きます。何言ってんの、あんたは待ってなさい。待ちません。こりゃブレイブベスペリアとしてはついていかざるを得ないぜ。そうだね、エステルの護衛が僕たちの仕事だもんね。後ろのおっさんがきっとなんとかなるわ。いいこと言うね。俺様行かなくていい？いいよ。ああ、ドンのお使い頑張れよ。なんだよ、引き止めてくれよ。かまってちゃんかよ。パーティーから離れねえし。よしよし、行こう行こう。どんどん進んでいくよ。あ、ちょっとめっちゃ追いかけてくる。上も下もある。下行こう。下、下なんかある。あ、敵いる。やった、マイティーガード、マイティーガード、マイティージャンプ、マイティーキック。リミッツボトル、うん、いいね。よし、どんどん進んでいこうか。あ、クマー。
久しぶり。行くぜ行くぜ。なんだなんだなんだ、この辺なんか壊せるのか。そんなことはない。よし、どっちかな、下かな。あ、なんかいる。でけえのいる。めっちゃ見てる。こっち見てるよ。よし、ちょっと一回挑んでいくか。俺はかかってこい。まずはよいしょ、スペクタクルズで弱点を。弱点水か。ハーミットドリル、なんか倒せないのかしら。よっしゃ。さて、じゃあ一回逃げるか。よし、一回逃げよう。一回逃げます。よしよし。で、ちょっとちょ、あ、戦いの炎。どうして逃げたの。あのまま戦ってたら俺たち確実にあの化け物に食われてたぜ。はい。そうなってもお腹突き破って出てこられないかしら。めちゃくちゃ言ってるわよこの女。ジュディだったら普通にやりそうだから怖いな。そんなにジュディスはあの魔物と戦いたかったんですか。戦いたいというか、中途半端が好きじゃないだけ。ここは戦略的撤退だよ。マジで食われちまったらシャレにならねえだろ。そうね。でもまた来ましょ。ま、気が向いたらな。やる気満々やん。よし、じゃああれだな、リタちゃんを持ってくればいいかな。カロル先生変えて、ちょっと術を、よしよし、いいんじゃない。でこれでよし、挑みに行くか。ちょっと一回回復していこうか。 TP TP TP、 よいしょ、よし OK。 これでいきましょうか。エステルは大丈夫かな。まあエステルはなんとかなるでしょ。よし行くぜ。行くぜ。行くぞ。しまった。もう一回来るわよ。どっちで。いやー、ちょっと待って。いや、こいつやべえぞ。ちゃんと避けがなげたのか。よし、よいしょ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 。どう、あ、上か。よし、いける、いける。あれ、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 ボタン、ボタンなんだっけ。あ、ちょっと、R2 じゃなかったっけ。まだまだいける。 R2 じゃなかったっけ。 R2 じゃない。ちょっと、ちょっと、 R2 じゃなかったっけ。 R1、 R1 違うの。 R2、 R2、 L、 L、 L か、 L か。あれ、 R、よいしょ。まあ魔法使いの2人がえらい活躍してくれるな。ちょっと待って待って待てよ。あ、邪魔しないでよね。普通に倒しちゃった。何の面白みもねえな。ちょっと待って、あれ、フェイタルストライクってどうやるんだっけ。毎回忘れんだよな。ちょっと待って、やっぱ R2 だったんだけどな。なんでできなかったんだろうな。よし、宝箱ゲットだぜ。8000ガルド、ありがてえな。この奥にベアーがいるぞ。ここから先は特に、あ、なんかあるぞ。開く。ベルベーヌ、スタミナアップ。はあ。基礎能力値を上げるアイテムってことか。ありがてえな。よし、じゃあこっちはあのボスがいただけだったから、じゃあこのまま進んでいきましょうかね。あ、宝箱。ありがとう、スパイクボール。こっちは奥に進む。
よっこいせ。あ、なんか聞こえなかった？ここなのじゃ。いる。うわ、どこにでも現れる。パティ？お、また会ったの。どうも。そんなところから出てきて、やっぱりアイフリードのお宝を探してるのか？うむうむ。ねえ、そのお宝ってどんなものなの？聞いて驚け。それはマリスステラなのじゃ。何それ？何それ？さあ、知らんのか。格式ないステルも知らないなんて。マリスステラはアイフリードのお宝の中でも何よりも貴重なものなのじゃ。はあ。ねえ、そのマリスステラとやらってお宝は見つかったのか？宝とは簡単に見つからないから宝というのじゃ。変なの。ねえ、ノードポリカで聞いたパティがアイフリードの孫って本当？何よ、そうなの？お嬢ちゃん、盟友に孫がいたと知ったらどんな顔するかね。今面白いこと言った？そういえばドンとアイフリードはユニオン結成以来のお友達なんでしたよね。でもさ、嘘でしょ、アイフリードの孫なんて。だってその話一度も聞いたことないし。本当なのじゃ。多分。どういうことです？多分というのは推測のことなのじゃ。そういうことじゃねえ。エステルはなんで自分のおじいさんのことを推測で話してるかって聞いてるのよ。うん、そうだそうだ。それはうちが記憶喪失だからなのじゃ。はあ、辛い設定を抱え込んでいる。喪失？ま、そういうことなのじゃ。じゃあアイフリードの孫ってのは本当かどうかわからないってこと？絶対本当なのじゃ。多分。はあ、はあ、なあ、もう絶対なのか多分なのかどっちよ。わかんないからマリスステラを探してるのじゃ。つまり記憶を取り戻すためにじいさんかもしれないアイフリードに会いたい。そのアイフリードを探し出すためにマリスステラっていうお宝を探して回っているってことかのじゃ。いつの日かじいちゃんに会えるのじゃ。でもそんなことより、紅の小箱追いかけなくていいのかしら。ああ、そうだった。いや、ついてきてる。なんでついてきてんのよ。うちもこっちへ行くつもりだったのじゃ。そっか。だったら一緒に行きましょう。それがいいのじゃ。買い物に行くのとはわけが違うんだぞ。承知の上なのじゃ。何かあったら力になるぞ。ありがとう。ああ、頼もしい。記憶なき少女の称号を得ました。お、パティがパーティーに加わり、うん、パティがパーティー。あ、なんか前回も同じこと言ってるし。記憶喪失ってお話の中だけだと思ってました。案外簡単になるわよ。ブラスティアの実験に失敗、爆発に巻き込まれて記憶が吹っ飛んだってよく聞くし、はあ、でも記憶が一切ないっていうのは珍しいわね。寂しいですね。そうじゃな。でも昔の記憶がなくても今より先の記憶はこれからできていくものよ。そう悲観したものでもないと思うわ。なるほど、そういう考え方もあるのじゃな。うちの思い出のアルバムはこれからゆりとゆりとゆりで埋めていくんじゃ。ゾッとするアルバムだわ。私たちのことも少しは入れてほしいです。じゃ、隅っこにちまっと入れておいてやるのじゃ。はい、じゃあどんどん進んでいこう。結構入り組んでますね。あ、宝箱じゃん。宝箱は取りに行かないと。まだまだ奥がありそうだ。しかも、うん、長くなりそう。宝箱をいただき、ウォーハープン、アクアマリン、ほう、水耐性が大幅アップ。あ、なんだ、今なんか出なかった。開く。おい、こんなところに隠してたんかい、宝箱。全然見えなかったぞ。行くぜ。ダッシュとか使えたらな。ダッシュ使えないんだよな。あ、セーブポイントがあるぞ。中間ポイントかな、それともボスかな。
ゲット、覚悟の記録。あ、なんか始まったぞ。あ、いる。お助けを。なんだこれ、もしかして。なんなのじゃあ、あれはエアル？ケーブモックのと同じだわ。ここもエアルクレーネなの？こりゃ、どうすんだ。強行突破は無理そうね。です、この量のエアルに触れるのは危険です。分断されちまった。こんなものに助けられるとは。待て、うわ、あ、助けられてる。さすがに離れた方が良さそう。この揺れは一体。あ、来る、来た。あれ、でもあいつじゃねえの。あれがカロルの言ってた魔物か。違う、あんな魔物見たことない。パティ、ダメ。おお、あ、ちょっとヤバくないこれ。いや、食べた。え、加減にして。リタ、危ないです。大丈夫よ、この程度の濃度なら害はないわ。今のは一体何だったんだ。暴走したヤルクレーネをさっきの反応が正常化した、ね、でもつまりエアルを制御してるってことで、ケーブモックの時にあいつが剣でやったのと同じ。通っても大丈夫か、リタ。え、あ、そうね、多分。よし、突撃なのじゃ。パーティー、足元気をつけてください。気になるかしら。そりゃそうよ、あれを調べるために旅してるんだし。どうすんだ、リタ。分かってるわよ、分かってる。今はあいつを追うとき。でもそいつはどこかに逃げたりすんのか。逃げるわけないでしょ。あ、そっか、いいわ、行きましょう。よし、決まったな。カロル、大丈夫か。うん、酔った。大丈夫、大丈夫だよ。さっきの魔物の力もリゾマータの公式なの？ちょっと僕、難しい話は分からないです。エアルを食べる魔物なんて、一体何だったんでしょう。少し他の魔物とは雰囲気が違ってたよね。ああ、そりゃ感じた。俺らのことじっと見てたようにも思うし。誰を食べようか悩んでたんじゃない。私、長い時間目が合っていたんですけど。世界の毒さ。よかったわね、きっと一番美味しそうに見えたのよ。それ全然良くないです。行くぜ。じゃあ一旦セーブしようかな。じゃあスキット見てこ。何ビクビクしてるの、カロル。さっきからグズグズしてるとラーギーに逃げられんぞ。でもこの奥に危険な魔物が。何言ってんのよ、舐められて黙ってらんないでしょ。あの箱は勝手に誰かにあげていいものじゃないですよ。おさんはなんでヤッコさんが箱を盗んでったか、ちっとだけ、ほんとちっとだけだけど興味はあるわ。うん、命知らずな連中だな、まったく。これって多数決。うわぁ、めんどくさいわね。私が魔物もラーギーもぶっ飛ばす。行くわよ。はい。よし、じゃあ先に進むとしよう。ああ、敵いる。あ、エアルクレーネについて。まさか、カドスの喉笛でエアルクレーネが見つかるなんて。うむうむ、少しは人も行き来してるのに誰も気づかなかったのかな。多分、今までは異変を感じるほどエアルが出てなかったんだと思うわ。じゃの、
ということは最悪のタイミングで紛失してくれたおかげでこっちはいい迷惑だけどな。おかげで発見はできたからよしとしときましょう。そりゃお前は満足だろうけどな。でその発見したエアルクレーネというお宝は誰が持ってるのじゃ。リタ説明してやれ。いいけどだったらなんで相槌打ってんのよ。お、あ、回復、そしてセーブ。これもうボスじゃん。わあ、いっぱいいる。いた。こんなことに。あ。あ、あ。よくやったラピード。すげえ。鬼ごっこは終わりだな。ミーのリアルなパワーを。ミーとかリアルとかパワーとか。あ、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 おめえ。そういう仕掛けか。どういうことです？ラギーさんに変装して。いや、変装じゃない。今はあれこれと考えてる暇はなさそうよ。もう怖いです。ミーはラゴーみたいになりたくないですよ。ラゴー、ラゴーがどうしたんですか？ちょっとビフォーにラゴの死体がダングラスとの川下でファインドされたんですよ。ミーもアーはなりたくねえってことですよ。ラゴが死んだ？どうして？それはミーの口からはキャンナットスペークよ。あ、そっちは？イエガー様。また出た。お助け隊だにゃーん。なーにょーん。ゴーシュドロッド、あとは任せましたよ。ゴーシュ了解。あいあいさ。逃げられちゃう。行かせるかよ。いやー、また一生 See you next time ね。上手な人だな。あ、え、なんか合体したぞ。あら、こいつだ。プテロプスだよ。プテロプス、お。え、そういうこと。あ、あ、なんか実体が見えない。よし、ちょっととりあえずスペクタクルズだな。うん、鳥型、弱点光。これちょっとやりづらいな。魔法メンバー入れといてよかった。はいはい。あ、分裂シーターよ。リーダーバット、マジックバット、いろいろいる。ちょっと待って、リーダーバット。はあ、はあ、なるほど。待って、リーダーバット、リーダーバット、リーダーバット、いっぱいいる。とりあえず多分リーダーバット倒しゃいいんだな。それか周りをいっぱい倒すか、どっちかだな。あ、マジックバット。あ、ちょっと混乱してる、混乱してる。てボタンがバラバラだ、ボタンがバラバラだ。一番近くにいるやつおめえだ。よしよし、ちょっと多勢に無勢。よっしょい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 。だいに、あー、よいっしょい、よいしょい、はい、あたん、あたたん、あたたん、あたたん、よいしょい、よいしょい、よいしょい。あー、持てもた、よいしょ、あ、ちょっと、あー、はい。HP は結構減ってるね。全然いけるわ。あ、ちょっと、ちょっと待てよ、待てよ。よいしょい、よいしょい、よいしょい。どうすんだろうな。オーバーリーツーしてきた。オーバーリーツしてきた。こっちなかなか当てらんねえぞ、こういう。よし、あ、あ、ちょっと待って、どこ行く、どこ行く、どこ行くんだ。
どうだ、水で敵が水で、よいしょ、あ、倒した。やれやれね、それよりも早く急ぎましょう。力が湧いてきました。倒したわ、普通に。敵の施しは受けない。うるせえ。バカにしちゃ嫌なのよ。でもその傷では。撤退する。バイバイだよ。くそ、なんだこの煙。おお、ラピードもこれじゃあワンコも匂い負えないってか。匂いさえ我慢すれば平気なのじゃ。その匂いがダメなんだってば。あいつらを追うぞ。オッケー。あ、だからバーコがあるぞ。簡易テント。おおお、こっち行ったら戻るんだな。ここは壊す。ほら壊す、ダメね。こっちは、あ、なんか宝物。なんだ、最近ちょっとこの洞窟なんかすげえ隠されてんだけど。カメラの視点変更ができないゲームだから、なんかほんと隠されてるって感じだな。ん、なんだ、あ、外だ。これはもうそのまま外に出ちゃっていいのかい。うわ、なにこの熱気。砂漠、洞窟で山の向こうに抜けてしまったのじゃ。それってつまりコゴール砂漠だわ。あらら、来ちゃったわね。コゴール砂漠、フェローがいる。私やっぱりフェローに会いに行きます。待て、エステル一人を行かせられないよ。今の僕たちの仕事エステルの護衛なんだから。まあ取られた箱も戻ってきたし、もういいんでない。いつまでもあいつらを追っかけてるわけにもいかねえし。しゃねえ、次会ったら蹴りつけるぜ。ちょっと待って、本当に行くつもり。分かってんの、砂漠よ、暑いのよ、死ぬわよ、舐めてない。分かってるつもりです。砂漠は3つの地域に分かれてるの。は？砂漠西側の狭い地域が山麓部、最も暑さが過酷な中央部、東部の巨山部の3つね。ちょっと山麓部と中央部の中間地点にオアシスの町があるわ。何の話よ。前に友達と行ったことがあるの。水場のそばに栄えたいい町よ。込み入った話はとりあえずそこでしようってことだよな。それがいい。おっさん、そこ見えしていかんのよ。パティはどうするの？探してる宝物、マリスステラだっけ。その町に手がかりがあるとは限らないと思うんだけど。なに、人がいればそれはことごとく手がかりになるのじゃ。そうね、人は普通に住んでいるわ。ではうちも共にその町まで行くのじゃ。リッタ、どうした。わかったわよ、とりあえずそこまで行きましょう。はい。イエガーについて。あのラーギーさんがイエガーの変装だったなんて。これでルーインズゲートとリヴァイアさんの爪の関係がはっきりと分かったな。どっちもイエガーがボスだったってわけだ。そう決めつけるのは早いんじゃない。ん、俺たちの会ったラーギーがイエガーの変装した偽物だって可能性もあるでしょ。確かに。本物は今もどこかの遺跡でせっせと発掘作業をしてるかもよ。そこまで事情が入り組んでたら面倒でしょうがねえな。さすがにこれは考えすぎかな。その辺まで含めてはっきりさせときたいな。ふん、よし、じゃあ一回外に出ようか。よし、じゃあ今日はこのぐらいにしておきましょうかね。それじゃあまた、お、それじゃあまた次回、バイバイ。